こんにちは、筋肉料理人です。今日は、九州人にとってのソウルフード、マルタイ棒ラーメンと、コンビニのサラダチキンですね。これを使って、ヘルシーな冷やし中華を作りたいと思います。マルタイ棒ラーメンなんですけれども、これはなんとですね、一人分が280キロカロリー、ラーメンとしてはとてもカロリーが低いです。そしてこれに、サラダチキンですね。これを組み合わせて、そしてもやし、きゅうり、錦糸卵でかさ増しですね。そうすることで、ボリュームたっぷりで、低カロリーな冷やし中華が作れます。サラダチキンを半分使ったレシピで、465キロカロリー、そしてタンパク質を 20g 取れます。そして僕みたいに筋トレする人だったら、サラダ1枚も丸々1枚使っちゃうと、カロリーは515キロカロリーですが、タンパク質をなんと 40g も取れます。ですので、ダイエット中とか、筋トレ後の食事とか、そういうのにも十分使えるレシピです。錦糸卵を作ります。卵に砂糖を、ほんの少し、そして塩も少し、ほんのちょっと、そして溶きます。白身の筋をしっかり溶いておきます。そこが平たい皿、これにラップをかぶせます。でラップをピタリとかぶせたら、サラダ油を薄く塗ります。そしてここに卵液を入れます。ちょっと伸ばしておきます。電子レンジ600ワットで2分加熱します。1分加熱したところで皿の内を回して、加熱ムラを防ぎます。加熱が終わったら取り出します。固まってます。いい感じでできてます。網に乗せて冷まします。電子レンジで作った薄焼き卵です。冷めたら細く切ります。まずは半分に切って、重ねてから端の方から細く切っていきます。きゅうりを切ります。きゅうりは千切りにします。最初に斜めに薄く切ります。ミニトマトは半分に切ります。ヘタがついていた方から切ると切りやすいです。サラダチキンを切ります。サラダチキンは、麺と一緒に食べるので薄めに切った方が食べやすいと思います。こう包丁を前後させながら、崩さないように切ります。冷やし中華のタレを作ります。まずは冷たい水に、棒ラーメン付属のスープを混ぜます。そして、同じく付属の調味油、これを入れます。冷やし中華といえば酸味があるので、酢を入れます。で酢だけだと、酢がきついので、お砂糖、そして、醤油でちょっと味を足します。そして混ぜて溶かしておきます。たっぷりのお湯で麺を茹でます。棒ラーメンの麺はノンフライ麺なので、とても低カロリーでヘルシーです。でこれを5分茹でます。煮立ってきたら火を弱くします。4分茹でたところでもやしを入れます。火を少し強くします。もやしは、かさ増しですね。かさ増しと、あともやし自体も結構栄養があるので、入れています。で茹で上がったらざるにあげます。冷水で冷まします。冷めたら水気を切ります。深めの皿に麺を盛り付けます。きゅうりを盛り付けます。サラダチキンを盛り付けます。錦糸卵です。
ミニトマトを散らします。練りからしを添えます。そして作っておいたタレをかけます。サラダチキンと棒ラーメンでヘルシー大盛り冷やし中華の完成です。サラダチキンと棒ラーメンの冷やし中華完成しました。では、いつもの通り試食してみたいと思います。サラダチキンとこの麺をタレにしっかり絡めていただきます。きゅうりものせましょう。そしてからしをほんのちょっと。いただきます。冷やし中華にしては優しいお味で美味しいですね。そして、麺を茹でるときにもやしを一緒に茹でているので、麺ともやし、そしてきゅうりとかサラダチキンを一緒に食べることになります。そうすると食感もいいし、そしてサラダチキンとかの旨味ですね、あと錦糸卵、これも、卵ですので旨味が当然入ります。それらでもとても、インスタントとは思えないぐらい美味しく食べられます。このレシピでカロリーが465キロカロリーです。そしてタンパク質がこの中には20グラム含まれています。20グラムといえば普通の方が1食で食べるには十分な量のタンパク質だと思います。で、僕みたいに筋トレする人はサラダチキンの量をですね、これ2倍に増やすとタンパク質の量が40グラムになります。なので体をよく使う方とか、僕みたいに筋トレをする方は、サラダチキンの量を増やしてもいいかもしれませんね。サラダチキンと棒ラーメンで、ヘルシー大盛り冷やし中華、まだまだ暑い夏が続きますので、ぜひお試しください。とっても美味しいです。